今日は12月28、2014年最後ですけれども、学びをしたいと思います。イエス様から学びを祝福してください。イエス様にお願いします。アメン。またマルコをやってますね。いや、本当黙示録をね、ちょっとどっかでスタートしたいと思ってるんで、マルコはちょっと飛ばしたいと思いますけども、7章あったんだっけね。8章の33、大事なところですね。一応31から見ます。はい、8章31から。それから人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、これ十字架ですね。3日の後を蘇らなければならない、復活と弟子たちに教え始められたと。まあ、キリストがこの地上に来た、人となってくださったことの目的、使命、飯を、はっきり言われたわけですね。しかもはっきりとこのことからを話されたと言ったの。するとメス様の一番の核の働きを言ったときに、するとペテロはイエスを脇にお連れして勇め始めたと。だから脇に連れてきたから、明らかにペテロが中心でしょ。エス様が一番大事なこと言ったら、ペテロがエス様の一個言ってね、そんなこと言わないでよって、エス様を自分の方に引き寄せて、こうやって言うと何言ってんですかって言ったわけですね、これね。しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながら、ペテロが弟子たち全員を見てペテロを叱って言われた。下がれサタン、あなたは神のことを思わない、人のことを思っていると。だからこれペテロを単に叱ったんじゃなくて、弟子たちを見てから言っているので、明らかに弟子たちにもこれをあえて示されたということを感じますね。それからイエスは群衆を弟子たちと、今度は弟子じゃなくて群衆も一緒に呼び寄せて、彼らに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです、ね、人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何度かありましょう。自分の命を買い戻すためには人は一体何を指すことができるでしょう。うんのとあります。31、32はちらっとも見たと思うんですけども、人の子エス様は、人の子エス様ね、多くの苦しみを受けて、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられて、宗教リートですね、で殺されると、彼らにして殺され、殉職されて3日のうちに負けならないと、言われたんですね。でしかもあやふやではっきり言われました。はい、なぜはっきりこの時言ったんでしょうね。時が来たからだと思いますけど、はっきり言われたんですね。で、例えば皆さんもね、神様の導きや飯っていうのをね、なんとなくもらってる時ね、明確にはっきり語られる時ってあると思うんですよ。例えばさっき話したルツ前田さんは、カンボジアのことをその若い頃ユーズダミッションで語られたんだけど、でもう忘れてて、閉じ込めてしまって蓋を閉めて忘れてたんだけど、ベンジャミンさん来た時、フィリピン向かって真っ白だったのに、カンボジアのことをこう徹底的に言われてね、蓋が開けられてね、再びこう語られて、でこれはある意味ではっきりというか、明確に来たわけですね。それでベンジャミンさんと一緒にそのベトナム、カンボジアチームに行って、そこで確認できたんですけど、前もって語られてはいたんだけど、その時にはっきり語られたんですね。だからはっきり語られた時ってのは、どういうか 時ですよね。時が来た時ですよね。今日はちょっと昨日この前とは違う質問ですけども、皆さんも何でもいいです。はっきりと語られたことを経験になる方、はっきりと何でもいいですから、今日の昼は半額じゃなくて電額にしなさいとかですね、これを買って木原家にあげなさいってね、はっきり語られたんですかね。あ、すごく良かったですまさか石田さんからね、もらうと思ってなかった、びっくりしましたよね。何が起こったのかと思いましたけどいや本当よかった、あれは、ね、はっきり語られたことあります。はっきり語られたり示された。はい、それで、あ、今日は特別出演してくださっておられますね、次いつか分かりませんが、純子さんにはっきり語られたのは、死の十字架の群れに来るときですね。前の教会からこっちを移るときに、ものすごくはっきり語られました。なんで語られたんですか。この東に行って、この川の水を飲まなければならない。その時ちょうど、そうなんだ、そういうキャンプだったんだよね。ホーリーストリームというキャンプ、そう、ホーリーストリームキャンプで私が実行委員長だった。それで、その御言葉だった。そしたらそういうだけの言葉だったんですね、はい、あの時ね。はい、じゃあ、はい、はい、私も他の教会にいて、ここの群れに来る時がはっきり語られて、展開しなさいということと、それからあなたの祈りを聞いたとおっしゃって、私が一番最初救われて祈ったその祈りをぶわっと思い起こされて、その祈りの答えだってことを言われました。なるほどね、
はい、他にいますか。まあ、今妻に言われてね、思い出したね、私もね、こう主の字書くとき、リバイバルを祈る会ってのがあったんだよね。そのとそこで明かしたんだけどね、キリストを信じる信仰ばかりではなく苦しみをも賜ったのですという言葉で私も自分が言った最初から、キリストを信じる信仰ばかりではなく苦しみをも賜ったのですということなんです。ピリピ書にあるんだけど、だから私は苦しみも溜まったっていうことで来てるね。なんか思い出したくないこと思い出してしまった。はい、まあそうですね、はっきり語られた。で、それ語られたときにペテロはどうしたかというと、イエスを脇の連れしていさめた。さっきも言ったようにこうね、とんでもありませんって言ったんですよね。で、二人に来ました。それ言われたときはアメンって言ってすぐ落としたわけですね。二人はね、神吾さんもシオンさんもね、なんかこうはっきりというか、神様に促されて、そんなバカなってのは何言ってんですか、イエス様って、ご冗談やめてくださいとかね、イエス様でもご乱心するんですかとかね。思わずそういうふうにこう、だってペテロはそうでしょ、イエス様を脇に引き連れて、いさめたって書いてあるからね、何を言ってんですか、イエス様、とんでもないことって、こう、そういうことでしょ、いさめたんだから。ね、まあ、こういう、なんか、まあ、こういう経験って言葉が悪いけど、まあ、思わずもそういうふうに、こう、なんか、主にちょっと、言いたくなった、言ってしまった経験のある人います？あ、みんな従順なんだね。てか、そこまで深く交わってないのかな。神さんと交わると、そういうね、ペテロは、この時思わずもね、いさめちゃった。なんでだと思う？まあ、我々は、この後のことを知ってるからいいんですけど、ペテロにしてみたら、イエス様は救い主というのを、その霊的な永遠の天国っていうことを考えてなくて、地上の王国を考えたんだよね。で、この地上を考えてる人にとっては、イエス様が言った言葉は受け入れがたいんですよね。だって救い主が殺されて捨てられて殺されるでしょ。まあ、三日のうちの身代わりって言ったけど、そこまでわからないもんね。ところがイエス様が言ってたのは永遠なんだよね。あれ、永遠って字合ってるかな。合ってるよね。こうじゃないよね。これ氷だ。これで合ってるよね。最近ね、変換するから分からなくなっちゃって、永遠ね。でもっと言えば天国ですよね。ここを見てれば全然分かるんだけど、地上を見てると分からないんだよね。で、実は私たちもその地上に目を置いてる時には神に従えなかったり分からないことってよくあるんで、でも本当に永遠に目を置くけど受け取れるとか、こうできることがあるんだよね。で、今黙想が開かれてきてるでしょ。これすごく大事なことなんですよ。26世紀の人はなぜあんな喜んで授業できたって、本当に映画を見てたんだよね。最近よく分かる。なんかちょっとね、以前よりもなんかね、それが分かってきたんで。あれ、本当に天のエルサレムを仰い見てたし、確信してたんだと思う。だから、怖くなかったらすごい人なんじゃなくて、天のエルサレムっていうのは分かってたから、なんか死が怖くないってよりも、あそこに行くんだっていうね。飛行機乗ったら、飛行機乗るとき、羽田行きの飛行機乗って羽田に行くと思ってるじゃない。だって分かんないでしょ、落ちるかもしれないし、どっか行くかもしれないんだから。でもそうでしょ、それぐらい、それと同じぐらい、あ、着実に天国に行くってもう、なんかもう確実な、なんていうかな、思ってた。実は本当にそうだし、だからなんかそれ全然死は怖くなかったんだと思うんだよね。あんなに喜んで神ができたのは。で、しかも殺されると冠だからね、冠もらえるって分かる。それは本当になんかこう、知識としてじゃなくて、本当にこう実感として持ってたんだと思うんだよね。で、ペテロはこの段階で地上しか見えてない。まあ、それは我々今言うのは簡単だけど、我々がここにいたら同じことした可能性あるけど、地上見てたんですね。我々もそのどこに、ね、いいですか、地上でも祝福されるんですよ。でもどこに目を置いてるかで全然主に対する反応が変わるってことをね、覚えておいてほしいですね。で、面白いのはこの時に十字架でしょ。十字架の時にペテロがいさめたわけですね。でね、十字架って必ずね、ぶつかってくるんです。はっきりね、ペトロしか、ね、ペトロにね、こら、ペトロと言ってないでしょ。ペトロに向かって、下がれ、サタンって言ったんだよね。だから、これは明らかにペトロが言ったんだけど、サタンが言わせた言葉なんだよ。まあ、ただね、例えば私がみんなを見てる前でですね、ね、石田さんにね、起きろ、石田とか言ったらですね、下がれ、サタンとか言われたらですね、やっぱりちょっとショックだと思うんですよね。だけど、何かというと、これは、ペテロがサタンだっていうのじゃなくて、ペテロが言ったこの言葉、それを言わせてるのはサタンだぞってことなんですよ、はっきり。で、十字架にはね、必ずサタンがぶつかってくるんです、これは。
だから皆さん、十字架を語らない人生は楽です。十字架を語るとサタンがぶつかってきます。で、十字架はこれは聖霊の助けなしにはね、理解できないんです。だって2000年前のあのイエス・キリストの十字架があなたと私の罪の身代わりで、それを信じるだけで永遠の命が与えられるっていうのは理解できますよ。でもそれも聖霊の助けなしにはわけのわからない話ですよね。で、この十字架が以外に救いはないわけだからね、だからそこにぶつかってくるんですよ。で、この時もイエス様はそのいよいよ核の十字架をしようと思うと、それに対してはっきりペテロがね、とんでもないって諌めたんだけど、それに対してイエス様言ったことは、ね、分かってないな、ペテロがじゃないんですよ。下がれサタンなんですよ。これはちょっとね、大事なところなんですよね。下がれサタンって言ったんですよ。だからそのこの時ペテロが言ったことは、ペテロの対応っていうのははっきりペテロの肉じゃなくてサタンが刺したってことがあるんですよね。で、皆さんどうぞ、下がれサタンとお互いイエス様に言われないようにしましょうね、本当に。それと十字架に行くと来る、例えば聞き従いの歩みとか感謝っていうことを徹底していくと、非常に非難中傷を受けました。感謝は文句封じと言われたし、聞き従いはカルトと言われた、予言とともに。でも予言と聞き従いが実は鍵なんで、リバイバルのね。で、それを行くと十字架を引き受けるんだけど、それでそこを進むと十字架を引き受けるんだけど、そこで我々はそのぶつかってきたのはね、人じゃないと思ってるんですよ。はっきりサタンだと思ってますね。秋元牧師はその4000万円のありもしないことで批判された時、予言があって、それは目に見えるところだけど、敵の狙いはそこではないって、聞き従いと予言であると言われて、その通りなんですよね。そこを結局攻撃してきた。つまり本当に核の部分で ね、そこに来るわけですね。だからそれをね、どうぞ覚えてください、ね。だから皆さんがイエス様のように十字架を追って神に従っていこうとすると、ぶつかりがきます。で、また逆に誰かがそこに行くときに、逆にサタンに持ち上げていさめたりしないようにね、気をつけましょう、お互いに ね、まあ、そうですね。それで、さあ今日は34節。それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に、だからこれは弟子たちで群衆も一緒に、ね、呼び寄せて言われました。誰でもだから、群衆も含めて誰でもです。私にイエス様についていきたいと、これ思うならって書いてある。まず一つ目ね、思うなら、はい、思うならってことは、これは自発的ですよね。思うなら、だからついていきたいと思わないなら関係ない、思うならですよね。で、聞いてみようかな。イエス様がいて、皆さんに今日今ここでね、誰でも私に行きたいと思うならって言うときにね、はい、ついていきたいと思いますっていう人どれぐらいいる？全然強制しませんよ。まあ、ここに至ったんだから無理にあげるなんて全く言いませんからね。本音でいきましょう。どうですかね。ついていきたいと思いますね、はい。福島さんは今検討中ね、こう来ながらね、歌を歌いながら大丈夫かしらとかね現代ですねはい、まあしっかり吟味して、ね、でも絶対出てきたら祝福されるからまあでもね、まあ、でもさ、最後は自分の選びですね。で、まず思うならなんですよね。ついてきなさいって命令してないですよね。ついてきたいと思うならですよね。でも最後はついてきなさいって言うんですよ。思う人はついてこいって言ってますよ。でもついていきたいと思うならついてこいって言ったなんて、思わなければいいってことですよね。これ言い換えれば、で、面白いですね。だって十字架を追う道が一番祝福の道だよね、間違いなくね。で、だけどそれさえも選択を相手に委ねてるんですよね。で、イエス様っていうか聖書を見てくると、本当に神様愛の方だっていうのはね、選びはね、こっちの手の中にあるんですね。結果的には神様が恵みによって選ばせてくれるんだけど、で、人好きになったことのある人、相手の選びを、相手に選びを自由にさせてあげられるかというとね、好きになるとですね、できなくなるんですよ。こういうふうに選んでくれなきゃ嫌だみたいになるんですよ、うん。でも聖書が言ってる本当の愛は、相手が選ぶのを自由にするんですよ。これはやっぱすごいなと思いますよね。で、この時ね、そのついていきたいならってことを言ったんですね。逆に言えば自信があるんでしょうね。ついていきたいと思うに決まってるっていう。これほどの愛を示してついていきたいと思わないなら、ついてきても無理があると思うんですよね。なんか、まあ、すごいなと思います、イエス様ね。で、ね、自分を捨て、自分の十字架を置いて書いてあります。はい、自分を捨てるって書いてありますけど、聞きます。あなたにとって自分を捨てるとは、捨てたら、具体的にはどういうことでしょう。
医者さんだったらバスに乗ることをやめるとかねバスに乗る時間を教会に来て断食するとかねだからね、自分を捨てって、ね、今ほとんどの人は手を挙げたからついてきたと思ってるでしょ。でその時は自分を捨てって言いました。自分の十字架次いきますよ、まず自分を捨てって言われた時に何を思いますか。自分を捨てって言われたら人とかは自分だから自分を捨てって時にどんなこと、できるだけ抽象的にできるだけ具体的に言ってほしいな。だから抽象的な話じゃなくて具体的なところで、めったに来れないのでちょっと今日はあのシオンさん、ヤングシオンさんっていうかニューシオンさんっていうか全部オールドになっちゃうな自分を捨てって言われたら何をすっときますか。え、だから何かやりたいと思うこと、あ、言えないかな、バッて自分の中であこれ捨てなきゃって思うこと何かある、ピンとこない。自分を捨てった時にさっと何か出てくるものありますか。これ捨てなきゃって、あ、これを捨てろってことだなっていう、あ、ある人、まあ、具体的に言うとは言わないから、あ、みんなもう捨てたんだね、捨てたんですね。捨てたんなら自由なはずなんだけどだからパッてこうね、自分を捨てってやるときに、なんかふっとすぐその抽象的じゃなくてね、本当に具体的にこれを捨てなきゃっていうのが何かありますか。ふっとくるものが、なんかあります。考えちゃう、あ、そうか、結構みんなもうあれなんだね、離れてるんだね、それね、いろんなものから。じゃない人、もう自分を捨てて、もう自分を捨ててるから何もないやって思い当たる節はないじゃあちょっと牧師に行こうかな、被災牧師、何かありますか。自分を捨てって言われたら何やってくる。言いたくなければ言わなくていいよ、具体的には。あるけど、あるけど秘密というのもありなんか食べ物とか、なんか子って言いましたけど、なんか食べるものに、うん、今はそんなにないです。ああ、はい、昔は何凝ってたの、食べ物、何が好き。結構甘いものとかいろいろなんか好き友達だねマイフレンズなるほどね、え、食べ物、食べ物、なるほどね、はいはい、まあ、でもまだ可愛いじゃないか、食べ物、はいはい、まあいいや。あの、自分を捨てっていうのは男性は結構プライドとかやね、メンツとかないかな、皆さんないかな、ある。私ははっきりあったと思います。というかプライドを持ってない男は男じゃないと思ってたから、プライドがないような男は男じゃないと思ってたから、あのプライドはやっぱ、ね、ダメだね、クリスチャンだったらそれはまずいね。プライドを持ってるのは献身者じゃない本当に、ね、それは進んでね、だから、だけど そういうのがね、あるね、はい、じゃあ時間がないから次いくよ。自分を捨てて、何かって、自分を捨てて自分の十字架を追いなさいって言ったんだよ、逆になっちゃったよ順番が、ね、自分の十字架、自分を捨てて自分の十字架ね、自分の十字架を追ってきなさいと。はい、自分の十字架って言われた時に、あ、自分の十字架って時にふっと出てくるもありますか。なんか、あ、親の介護をしなきゃって、まあ、聞いてないでしょうけど、あの女子牧師とかね、あとね、自分の十字架って言ってね、朝早く起きて礼拝に間に合うに行くとかねなんか、あ、出てくるものあります。自分の十字架って言ったらこれだなって思うのある人、あ、ある、あ、手がありました、ヨハネ君、はい、あ、言いたくなかったらいいよ、家なり言ってください。まあ、っていう、自分の十字架というか、まあ、今任せられてる奉仕がそうだと思うので、うん、チャペルコンサートの企画と大学に行くということです。うん、ああ、それは大学ことね、なるほどね。はい。あ、石田さんも出なかったね。何でしょう、自分の十字架って言った。ハートセンターでこう、なんかこう、福音ではこう、聖書から、うん、聖書を開いて、このそれはこういうことなんですよ、とはこういうことなんですよ、ね、その自分なりにしかこうできないんですけど、それをこう語る、なるほどね、十字架なんじゃないかな。やってるんですか。その時とその、あん、こう、ま、
今のところ時々、あ、でも時々やってんだ。あ、素晴らしいね。あ、それは素晴らしい。はい、進学校で待ってるよ。ありますか。私はやっぱり、仕事的になるんですけど、やっぱり、そうですね、利用者さんを、まあ、自宅まで安全の安全運転で、お送りするというのが自分の、今言われてる十字架かなと思っています。はい、自分の十字架ね、言葉を変えれば、まあ、使命だよね。まあ、こっちでもいいけど、まあ、正面ちょっと見えちゃうけど、まあ、使命だよね。はい、女性でどなたか自分の十字架ってこうピッてくるってなる。そしたらやっぱり、はい、27歳の夫を尊敬するっていうこれは本当にすごい十字架です。はい、若い時には分からなかったんですけど、今はなんかすごく分かります。ね、はい、ですね。なるほどね。それでも十字架と思ってるわけですよね。そうよね。なるほどね。はい。それを、まあ、自分を捨てて自分の十字架を言って、これセットだと思ってください。捨てることによって追えるし、追うことによって捨てたら追えなくなる。これセットだと思ってください。これ別々のものじゃなくて、捨てるときに自分の十字架が追えるようになるし、追っていくときには捨てたら追えなくなるというか、捨てていけるようになるっていう、これセットです。本当に自分の十字架を追って生きていこうと思うと捨てないとできませんし、捨てると自分の十字架が明確になってくるというか、こう追えるようになっていきますね。これセットです ね。でもその土台はついていきたいって思いがないと、あのね、本当にその思いがないと続かないんですよね。その思いがないのに無理に義務感でやってると無理です。本当にこうついていきたいって、まあ、父を愛する心というか、もう本当にこの方についていきたいっていう、そういう思いがあるならそれができる。肉とぶつかっても精霊に助けを借りながら行ける。でもその思いがないともういいやってなるわけですよ ね。それがね、結構ね、訓練の中で問われてくるんですよ。そして私だから自分をして自分の仕事ってついてきなさい、ついてきたいと思うならそれをやってついてきなさいってことは命令、ついてきなさいってことなんです ね。で、命を救おうと思う者はそれを失い、命ってここではあの肉の命ですよね。で、私と福音とのために命を失う者はそれを救うと、ね、自分の命を、ね、この命を自分の命、ライフですね、を生きたいと思うと救おうと思う、まあ、自分の生きたいと思う、自分を救おうと思うと失ってしまうし、逆にキリストと福音のためにそれを捧げると救うと、逆に命を生きれるよ、まあ、分かりますかねということ。命っていうのは、まあ、英語でライフなんですけども、これは人生とも生活ともするんですけども、本当に、ね、自分の生きたい、自分のやりたい生きたいと思うところ生きようと思うと逆に命を失ってしまうけども、神様と福音のためにその命を捧げてしまうと逆に命は輝いて生きれますよってことですね。これは面白いけどね、キリスト教は逆説なんだよね、本当に。確かにそう思います。で、まあ、あと永遠の命のことも関係してね、永遠の命、自分の命を買い戻すために人は一体何を差し出すことができるでしょう。ここ有名な話は知ってるよね。ね、ダビエルの話でね、ダビエルはパリ大学の教授だったんですね。当時パリ大学は最高峰だったんですよ、ヨーロッパでね。今でもパリ大学はすごいいいけど、でそこの教授で、彼があのフランシス・ロイラは生徒だったんで、ちょっと片足傷っててね、年取っててね、 でもダビエルは青年教授でね、もう前途洋々でものすごい期待されてる教授だったんですね。それで講義が終わったら、フランス・ロイラが授業終わったらやってきてね、質問があるんですけども、ダビエル先生ってね、何でしょうかってね、聞くんですね。命を、あと人はたとえ電子を超えても命を損じたら、何の得があるんでしょうかって聞くわけ。これをそれでは
ダビエルがはって言ってですね、あちょっと待ってください、じゃあ来週までにって言ってね、で来週になってまた出てきてね、聞くんですよ。そしたらあちょっと待ってくださいってね、それ何週間が続いた後にね、ダビエルが言うんですよ、あなたはその答えを知ってるんでしょって言ったら、ロヨがね、そうですって ね、 ってね言うんですよね。あの自分の命を、なんだっけ、ななえっとなな人は伝説が置いても火の調子は何度とか言えば何の得もないってことですって言って福音を語るんですよ。そしたらダビエルがこう質問し始めて、今度はロイラの方が教えて、ダビエルはそこで救われるんですよ。この言葉で改心するんです。それで ダビエルはもう前途が約束されているパリ大学の青年教授、期待の青年教授だったのに、それを全部捨てて彼は献身するんです。そしてロエラと一緒に腐ってた当時ね、ちょっとカトリックがあれなんだっけ、免罪符とかいろんなことでこうかなり傾いて悪くなってたのに、ね、宗教学が潜り始めたんですけども、彼らはイエズス会を作って宣教するんですよ。本当にすごいだから、ね、本物のクリスチャンで宣教するんだよね、やっぱり ね。そういうことで彼はあの中国を目指して、それで日本にも来ましたよね。最後は中国で死にますけど、だからたとえ世界を得てもね、もう言い換えればどんな大惨気づいてもね、どんな巨大な富を持ってもね、命を存じたらおしまいなんです。で本当にキリストをしてたらね、何も持ってなくてもね、永遠を持ってるんですよね。でこれ皆さんね、建前じゃないんです。これ大事なところですよ。本当にキリストを知ってて、キリストを信じてるってことは永遠を持ってるんです。永遠を受けてるんですよ。もちろんその永遠でね、たくさん宝を見たいから死のために働きましょう。だけどその永遠を受けるためには信じるだけなんですよね。どんなにこの世で成功しててもそれがないと、それはない。そして永遠には持っていけないんです。名誉も健康も、だってこの体関係ないし、巨大な富も持ってはいけない。ロスチャイルド家に生まれてその財を持っていても、それは永遠には持っていけないんです。1円たりとも、1ドルたりとも、1ユーロたりとも、これはね、ちょっと明確にしとかないといけないですよね。永遠には持っていけないんですよ、ね、だからこの世で貧乏でいいって言ってるんじゃないですよ、間違いないですね。でもその本当にその永遠が、でこのダビエルはあの時頭じゃなくて本当に体験したんです。あ、永遠があるって。それでどんな素晴らしい名声は何よりも、あ、永遠がある、それの方がはるかに大事だって。その永遠のために働き、そこに宝を積まなきゃ意味がないってことが分かったんで、彼はそれを捨てて、いわゆるパリ大学教授という素晴らしい立場を捨てて、伝統、この世的に言えば伝統確実約束されてるのを全部捨てて永遠のために。だって分からないじゃん、どうなるか。日本に行ったってね、黄金の組地バンクと言うけど、黄金かどうか分からない。でもそこに行って、しかも行く前に死ぬ可能性が当時半分以上あったんだから、死んでしまうかもしれないのに、そこに喜んでかけたでしょ。それは永遠を知ってたからですよ。で皆さん、知識としてじゃなくて永遠を知ってますか。これ永遠、そこが本当にあれの報いの場所だって、そこが本当の私たちの評価の場所だって。この地上での人の評価とかね、クリスチャンな関係の評価なんてね、そんなもんどうってことない。永遠で神はどう評価してくださるかですよね。そこが勝負ですよね、と思ってます。そう本当に分かってくるとね、例えばね、修復を作る作業とかね、御声新聞の宛名書きとかね、全然価値が上がってくるんです。だって主は見てるんだもん。で神は確実に報いてくださるんだもん。この世の評価と違いますよ、これは。だって私ね、例えば飯塚に行ったらですね、すごいね、愛をこもった接待でね、でみんな期待してるんですよ。だからどんな自分の調子が悪くてもね、聞き方が違うんで、説教の期待してるんで、きっと神は語られるって、もう楽しみにしてるんだよね、一月に一回はね。だから人も連れてくる、期待してる人は連れてくるからね、だから働けちゃう、神はね。それでね、本当に喜ばれてね、前の祈った時の証とか報告聞く。で、ちゃんとお礼も心をこもった、たくさんのお礼をいただいて、やってもらう。ね。でもすごく嬉しいけど、思ったことは、ああ、もう報い受けちゃってるなって。評価も、境内も、もう報い受けちゃってるなって。天国行った時に、飯塚正解でした奉仕の報いはないだろうなって思ってる、ね。十分報い受けちゃってるなって思ってるの、実は。で飯塚の人たちの方は天で報いがあるだろうなって、すごい主に期待して、中継に我々使いたいわけだから。でもこっちの方はもう飯塚に関してはもう十分報い受けてるから、地上で天でどうかなってちょっと思うとこあるんです、実は。ひそかに天に行ったらわからないですよ。
や本当にこう楽しみだと思いますよね。でだからね、御心に生きて神の働きをしたかどうか大きいけど、ね、そうなんです。でダビエルはそれを知ってたんです。26歳も知ってたと思うんですね。でどうぞね、このなんていうかな、まあ、もう皆さん信じたからね、根本的なところはもう問題ないんだけど、その上で本当にええってことに目を、ね、向けといてほしいですね。で自分の命を買い戻すために人は一体何をさせることができるでしょうと。イエス様は信じてなくて死を迎えたときね、何にもできないですよね。滅びです。もうこれは取り返しがつきません。何を持ってしてもダメです。泣き叫んでもダメ、どんなお金を積んでもダメ。そこで向こうに行ってからあるじゃないですか、ラダラのところで、ラダラと金持ちだっけね、あるじゃないですか、はっきり。これはもうシビアですよ。聖書は明言言ってるから、だから伝えなきゃいけないんだよ、誤解されば何とやれば。そして十字架以外に救いはないんです、どんなに言ったって。もうこれは神の知恵です。人の知恵はそういうもので人は救われないんです。神の知恵なんですよ。十字架以外に救いはないんですよね。でそこね、でまあ、それで後にこのような会員と罪の時代にあって、なんかこの時代からこのような会員と罪の時代なんだね。今もすごい会員と罪の時代だけどね。だって私と私の言葉とを恥じるようなものなら、人の子も父の栄光を浴びて聖なる御使いたちと共に来るときにはそのような人のことを恥じますと。イエス様のことを恥じたら、これ再臨の時ね、神様はイエス様が今度はあなたのことを恥じるよって。でもこれね、シビアな、日本ってね、なんかありませんか、なんとなくイエス様のことを言おうと思うとなんか恥ずかしいっていうか、なんかちょっと恥じちゃうようなところ。全然平気で超えてる人はいると思いますけど、その海外に行ったら平気で話せるのに、日本だとなんかこうなんか話しつかっかり、そういう雰囲気ある。これ霊的な圧迫だと思うんだけど、それをしたらキリストは再臨するときにね、恥じるって書いてある。これはシビアだねだからどうぞキリストのことを恥じないように、お互いもっとキリストのことをね、大胆にいきたいと思います。というふうに思います。ごめんなさい、もう予言者学校の時間が来ちゃってるから、ちょっと伸びちゃってすいませんでした。今日私が話すのを受けてごめんなさい ね、 ちょっとね、一番大事なところなんでちょっとそうなりましたけど、お祈りします。天のお父様、2014年が終わります。ありがとうございました。まあ、新年度はもうすでに始まっていますけれども、どうぞさらに2015年、イエス様、新年度約束された御言葉に立って、恐るべき主の技を見ながら神の横を見て答えきる道にいてください。私たちがイエス様が十字架を追われたように、本当に十字架を通して、真の命を与えてくださったように、私たちもその主のおっしゃる十字架を追って、自分を捨て自分の十字架を追ってあなたについていき、命の中を永遠の中を歩めるようにしてください。イエス様の名前をお祈りいたします。アメン。感謝します。